どうも皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人エルザです。バージョン 2.3 の情報が解禁されましたね。ホタルとジェイドの性能もちょっと紹介されて楽しみが増えてきました。特にその中でも一瞬紹介された新しい異物についてはキャラ育成に関わってくるので気になるところというところです。ということで今回はバージョン 2.3 で新しく追加される新異物2つについて相性予想をしていきたいと思います。異物の追加によって編成も強化されるのでしっかりと予習していきたいところですね。またチャンネル登録などしてもらえますと今後のモチベにつながりますので応援してくれる方はよろしくお願いします。それでは早速解説していきます。まず一つ目は光害を一掃せし撤去です。こちらは撃破特攻を伸ばす性能になっていますね。ですが注目すべきは撃破特攻の数値で変わる防御無視性能ですね。これは弱点撃破の火力を単純にアップしてくれるので強力となっています。しかも撃破特攻の数値が 250% を超えていれば超撃破ダメージが 15% 防御無視となるのでさらに火力が伸ばせます。この弱点撃破と超撃破それぞれで防御無視ができるようになるのでこのあたりの性能としては面白いかなと思います。調和主人公と合わせる前提っていうところですね。そうなってくるとルアンのバフとかは必須で編成には欲しくなるっていうところですね。実際ブートヒルの育成してますが200を超えるっていうのはかなりハードルが高いのでこのあたりは味方との相性が出てくると思います。では相性が良さそうなキャラについて紹介をしていきたいと思います。まず1人目はホタルですね。ホタルに関してはまだまだ詳細がありませんが公式の放送を見る限りでは撃破特攻を扱うようなことを話していました。しかも相性がいいのは調和主人公と言っていたので撃破特攻の数値をもとに火力を出すタイプになるのかなと思います。またこの異物の名前ともサムのイメージがマッチしますからね。可能性は非常に高いです。というかわざわざホタルの時に実装しているのでホタルとの相性は良さそうかなと思います。続いて2人目はブートヒルです。ブートヒルに関しては弱点撃破に特化した攻撃となっているため撃破特攻アタッカーとして最適な異物になると思います。現在の最適は怪盗となっていますがこちらの鉄器の場合は防御虫がついているのでさらに火力アップが見込めるというのがありますね。ブートヒルの公園水で防御無視がついてたくらいなので合わないわけがないというところです。単純に火力を伸ばすならこっちの方が良さそうというところですね。期待が高いですね。3人目は銀狼です。銀狼に関してはすでに天才セットなどで完成されたところはありますが撃破特攻型として扱うのであればこちらも最適かなと思います。現在の撃破特攻型を使うのであればこちらも回答になりますからね。まあ、そもそも銀狼に関してなんですがダメージを出すというよりもデバフ付与をいかにできるかっていうのが大事になってきますからね。その上どの敵に対しても人生削りをある程度維持することが可能となっています。ですがこれに関してはダメージが出るものではないです。なので敵機を装備することによってデバフ付与とダメージを両立するのであれば最適な異物になり得るのではないかというところですね。また超撃破編成でも相性はもともといいので活躍も期待ができるんじゃないかなというところですね。続いて4人目は節衣です。撃破特攻といえばやはり節衣ですね。現在の撃破特攻編成においても活躍していますがさらに火力を伸ばせそうというのがあります。銀狼と同じように人生削りにおいてはかなり強力で相手の属性を選ばずに削ることも可能なので非常に強力ですよね。これに防御無視の効果で現在最適の怪盗よりも火力アップが見込めるため相性がさらに良くなると予想ができます。また奇跡のステータスアップで撃破特攻が稼げるため銀狼よりも撃破特攻の数値は高く狙えるかなと思います。そういった意味では最適の数値を狙いやすいっていうのはありそうですね。こちらの鉄器に関して適性としてはこの4人になるかなと思います。そもそも撃破特攻型が少ないこともあり最適として使えるキャラは少ないのかなと思います。ただセーバルとかに無理やり撃破特攻を盛れば火力が見込めそうっていうのはありますので、まあ、そんな遊びというかそういう風なことはできるかなと思います。ただし純粋に最適で考えるとこの4人なのかなっていうところになりますね。続いては風雲を投げ払う優劣です。追加攻撃をすることによって必殺技の火力を伸ばす性能となっていますね。そのため追加攻撃の後に必殺技でダメージを与えれないと効果を発揮できないため必殺技にダメ持ちが条件になってきます。この条件を考えるとトパーズとか当てはまらないですね。追加攻撃の後に必殺技っていう流れが基本になりそうなのでそういったパターンのキャラと相性が良さそうです。
ただ追加攻撃持ちで必殺技の攻撃持ちは少なさそうなので、異物の入れ替えが発生するかは難しい異物になるかなと予想しています。それでは最適そうなキャラを紹介していきたいと思います。1人目はジェイドです。追加攻撃と必殺技でダメージを与えれるため、相性が良さそうな異物になっています。ジェイドは追加攻撃をするために専用のポイントを貯める必要があるため、攻撃までに時間がかかるっていうキャラになっていますね。そのため追加攻撃を発動した時に EP が回復しきっている可能性があるため、タイミングが合うのではないかという予想をしています。トパーズのようにガンガン追加攻撃するタイプではないんじゃないかという予想をしていますが、必殺技で一気にダメージが稼げるかなというところですね。2人目はレイシオになります。追加攻撃と必殺技の条件が満たせているキャラクターですね。しかも追加攻撃の回数は多くなっているため、常に必殺技の火力アップを狙えるチャンスがあるのかなと思います。まあ、そういった点はいい点かなと思いますね。ただし現在の先駆者よりも相性が良くなるかは不明なので、あくまで候補程度になるかなと思います。先駆者と相性が良すぎるのも問題かなっていうところですね。3人目は姫子です。追加攻撃の条件がちょっと厳しいところがありますが、必殺技との相性は悪くないと思います。姫子の必殺技は敵を倒すごとに EP が5回復する仕様がありますね。これを達成するために必殺技の火力アップはその条件を満たす可能性があるため、追加攻撃後に必殺技のルーブでとどめを刺しやすくするっていうのがいい流れになるかなと思います。これを利用して虚構ジョジなどでは活躍できる可能性があるので、候補としてはありなのかなと思いますね。続いて4人目はヘルタです。相性としてはウェーブ戦や増援戦が条件となりそうですが、意外と面白い異物になるのかなと予想しています。最適っていう話ではないです。ヘルタの追加攻撃に関してですが、 HP50% にした後となるため、育成がしっかりしていた場合そのままとどめを刺すぐらいの火力があったりします。ですが次の敵に対して必殺技で HP50% 以下にすることができれば、また追加攻撃の条件を自分で満たすことが可能となるんですよね。それだけで攻撃の回数が増えます。単純に必殺技のダメージが 36% ほど上がりますので、必殺技のダメージとしてはかなり高くなるんじゃないかと思います。それによって自分で追加攻撃の機会を作れる可能性が上がりますので、相性はいいんじゃないかなっていうところです。ただし条件としては連戦とかがありますので、かなり条件は絞られるのかなと思います。この異物に関しては追加攻撃プラス必殺用ダメが条件となるため、単純に使い道が難しくなる可能性があるのかなと思います。ジェイドに関しては適正になる可能性は高いですが、その他は入れ替えの候補になるか怪しいラインというところですね。レイシオ、ヒメコ、ヘルタはある程度完成されているので、ジェイドだけを視野に入れるのがいいのかなという今の予想となります。ということで今回の異物に関してですが、現在のキャラに合わせるのであれば8名ほどが対象になるのかなと思います。ですがバージョン 2.4 のキャラも今回紹介されていますので、小京とか運理はこの異物に合わせてくるのも可能性としてはあるのかなと思います。鉄器に関しては小京が炎の虚無となっており、流行りに乗って虚無初の撃破渡航型になるのかなっていうのも考えています。可能性は十分あるかなと思いますね。炎の弱点撃破ダメージって倍率高いですからね、意外とあり得る話かなと思います。可能性があると思うので専用の異物になるかもしれないというところは考えてもいいのかなと思います。風雲に関してはラフをモチーフにした異物っぽいので、運理と相性が良さそうなんですよね。壊滅キャラで追加攻撃持ちって実はジン以外はまだ実装されていないというところがありますので、あり得るのかなと思ってます。この2人に関してはあくまで異物から見た性能の予想となりますので、妄想として最後楽しんでもらえれば嬉しいと思います。ということでご視聴ありがとうございました。今回の動画楽しかった、役に立ったという方がいましたら、よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。